ルショップへようこそ。先輩、一つお願いしてもええかな。先輩だけに教えるんやから他の人に言わへんように。特に体調はあかんで。先輩、その目さすがに傷つくわ。安心しや、規則違反とか関係あらへんよ。実はな、お願いや先輩、うち一人だけやと難しいねん。それに見回りのついでにできるから任務に影響せえへんな。ええやろ。そう言ってくれると思ったわ。さすが先輩や。早速出発や。戦場に到着。なんでティミドとチャラ男までおるの。する番ですよね。キャロルさん、私何か迷惑をかけましたか。ちゃうちゃう、誤解せんといてや。もううちのアホ、なんで今日のシフトを忘れとったんや。の会話に何の意味もないやん。おや、この空気。二人とも、僕たちに何か隠し事してない？怪しいな。先輩、額に汗が流れてますよ。暑いんですか？先輩、嘘が下手すぎやろ。ああ、もうええよ。大したことでもあらへんし、チャラ男はさておき、ティミドになら教えてもええよ。実はな、純枕4号を埋めたいんですか？うん。どうして壊れた武器なんかを埋めたいのさ。前に先輩にも話したやろ。うちは昔スズメと猫を飼っとったんや。それぞれ純1号と2号って言うてな。1号と2号が死んでもうた時、うちがこの手で埋めたんや。せやから純枕4号にも同じことをしてあげるべきやと思う。そういうことだったんですね。ん？3号はどうしたの？気を読んでください。4号が機械なのはわかるんやけど、長い間一緒やったし、任務中何度もうちを守ってくれたんや。ちゃんと別れを告げたいんやけど、うちは変わっとるのかな先輩。私も手伝いたいです。そういうことなら、僕が狙撃手としての視野を生かして4号のために最適な場所を探してあげようか。ティミド、チャラ男。キャロルさん、純枕4号を
どんな場所に埋めてあげたいんですか？緑がある場所がええな。ああ、そういえばいい場所があったよ。サンタレン病院の下にあるんだけど。よし、行こう。了解。もう注射は勘弁だよ。キャロル、悪いけどそいつを先に倒そう。思ったより簡単じゃない、うん、任務が優先や。隊長がいないとやっぱり大変です。キャロル、気をつけて。そっちに向かってるよ。望むところや。チュン枕ドンゴン、自分で動いとる。暴力コアと関節パーツがひどい壊れ方をしとるはずやのに。キャロルさん、今は敵に集中や。チュン枕4号、もう一度うちに力を貸して。そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。こちらの勝ちだ。切り勝ちです。チャン、なんとか片付いた。4号、あんたは一体。待ってください。また構築体怪物がたくさん近づいてきました。多分召喚されたものだと思います。とりあえず下の階に移動しようか。ここも満員か。戦うしかありません。皆さん、戦力を集中させましょう。チュン枕4号がまた勝手に動き出したで。イチラを守ろうとしとるの？
崩壊エネルギー反応が完全に消えた。キャロルさん、あまり悲しまないでください。いいの、きっとヨンゴもうちに別れを告げたかったんやな。けど構築体怪物の残骸だらけな場所にヨンゴを置きたくないんやけど。あそこなら結構向いてると思うけど、どうかな。緑があって日差しもある、あそこにするわ。先輩、お菓子持ってきたんやけど一緒にどう？気をつけて、姿を隠すやつだ。よりによって相手するのが一番得意なブローネ隊長がおらんやん。待って、今チュンマクラ4号の攻撃、効くかもしれへん。弱点に命中、キャロル天才だな。眠らせてあげられるんやな。どこ？なんでティミドちゃんがキャロルより悲しんでるの？ライルさん、チュマクラ4号はキャロルさんを助けたかったから最後の力を振り絞って動いたんです。そう思いませんか？もちろん違うよ。おそらくワンコーの知能チップにキャロルの戦闘データが記録されてて、コントロールシステムが破損したから自分で動き出したんじゃないかな。ライルさん、心がないんですね。だから僕は何も言わずに温かい目で見守ってたじゃないか。チュンマクラ4号、さよならや。今まで仲間としてうちを守って一緒に戦ってくれてありがとう。あんたのことは忘れへん。あんたはずっとうちの大事な友達やから。Thank you.
Thank you.